キングプリンス・ナガセレン失踪事件、ナンバー・アンダーライン・アイとの秘密の確出が発覚するナガセレンの消失は何を意味する ?2024 年、日本の音楽シーンは驚きに満ちている。3月2日、平野章、神宮寺優太、岸優太のグループ、ナンバー・アンダーライン・アイが NHK の音楽番組、ベニュー101。 で、地上波テレビへの初出演を果たした。これは彼らにとっての重要な一歩だった。彼らの勢いはとどまることを知らず、さらに3月30日には With Music、日本テレビ系で民放初歌唱、4月1日には CDTV ライブ、ライブ、TBS 系への生出演、そして4月10日には週刊内内ミュージック、 フジテレビ系にも出演する予定だ。その躍進ぶりは目覚ましいものがある。2024年の元旦に配信されたデビューシングル GO トは、YouTube で公開された MV がわずか3日で1000万回再生を記録するなど、出だしから絶好調だった。その後も各局が彼らを競い合うようにキャスティングし、その勢いはますます加速している。 特に注目すべきは平野翔だ。彼は CM やアンバサダー契約などに加え、経済効果までをもたらす存在として、トベの中で別格の存在感を放っている。さらに、トベの全所属アーティストが出演した東京ドームライブ、トゥーヒーローズ、トベファーストスーパーライブでは、観客の多くが平野のファンだったという。 彼の持つ影響力はすでに周知の事実であり、テレビ局もそれを活かしたいと考えている。その一方で、物議を醸した番組が週一日本テレビ系だ。3月24日の放送会で、戸辺の東京ドームライブの様子が約1分程度取り上げられたが、その際、番組の配慮が逆に憶測を生んでしまった。問題となっているのは、この日登場したゲスト、 キングプリンスの長瀬連打。彼はドラマの番宣でスタジオに出演していたが、飛べのライブ映像の際にはなぜか画面から消え、その様子が話題となった。特に、長瀬とナンバーアンダーライン愛のメンバーはもともと旧友であり、彼らの脱退に関する憶測が飛び交っていたこともあり、この出来事はファンの間で大きな反響を呼んだ。このような事態が生じた背景には、 トベと旧ジャニーズ事務所との関係が関係していると言われている。かつてはその関係がタブー視されていたが、最近ではそれが徐々に変化している。そのため、番組側の配慮が逆に憶測を生む結果となったのだろう。ナンバーアンダーライン愛の活動が軌道に乗る中でも、彼らとキングプリンスの共演を望むファンの声は根強い。果たして、 これからの展開はどうなるのだろうか今後の彼らの活躍にますます注目が集まることは間違いないだろう。三人が脱退する際、事務所上層部との対立メンバー間の不仲が原因だとたびたび報じられていた。特に平野さんと長瀬さんの対立が激しかったという話もあった。戸部は設立当初から旧ジャニーズ事務所と犬猿の中だと囁かれてきたが、 最近はそのタブーを感じさせなくなっている。ナンバーアンダーライン愛が出演する CDTV にはトラビスジャパンも名を連ねており、週1でも中丸さんは普通に扱われていた。SNS 上では長瀬くんどんな顔してたんだろう、うやっぱり一緒に映らないかなどと落胆する、声が見受けられた。番組の配慮だとは思うが、逆に憶測を生んでしまう判断だった感は否めない。 ナンバーアンダーライン愛の活動が軌道に乗ってきた今でも、キンプリの共演を願うファンの声は根強い。いつかその願いが叶う日が来るのだろうか。このエピソードから私たちが学ぶべきことは何だろうか彼らの成功は一筋縄ではいかないものであり、時には予想外のトラブルも起こりうる。しかし、そのような困難に直面しても、彼らのファンは彼らを支え続ける。 音楽の世界における競争は厳しいが、真の才能と信念を持つ者は常に輝き続けることができる。